7日空いています。5試合で2勝3敗このカード5試合で2勝3敗です。防御率は 3.57。 ただ小宮山が昨日のランナー1塁、バッター福田、ファーストランナーの体形には足を痛めています。いろんな選手がいるんですね。そうですね。さてオリックスですが組まれています。まあしかしということで、若いピッチャーが不足してるなという感じがしたんですよ。はい、体形にスタートを切りました。非常にその来年も楽しみがもっともっと増えてくると思うんですよ。はい、反対にあの今度は ロッテの場合はね、はい、また体験にスタート、三振と盗塁失敗、ツーダウンです。これからピッチャーからということになりますんで、はい、あの今シーズンみたいな戦い方になると、東文校見通しが来る。西武ライオンズを佐々木さん叩かないと優勝ないわけですからね。そうなんですよ。さてちょっとこう福良が佐々木さん呆然と見送ったと言いますかね。もうやっぱりあの高めのカーブでしたけどもね、はい、あそこはもう少なくとも手に見えてますよね。うん、はい、ランナーいなくなりまして小宮山、藤井と相対しています。再球場ではセンタルの決戦が行われております。まあ、中日サイドからしますと佐々木さん、まず、まあ、現在首位ヤクルト、2位中日、ゲーム差は 1.5 ですが、ただセンタルの1位に負け数が佐々木さん中日の方が1つ少ないんですよね。うん、そう少ないですし、まあ、特にセントラルリーグの場合はたくさん勝ったチームが優勝です。パセックリーグは勝率です。ただパセックリーグの場合は現在西武ライオンズがの場合も決戦が、明日明後日ですか佐々木さんね、はい、控えてますからね、東京ドームで。これはもう日本ハム絶対連勝以外ないですからね、連勝すると、まあ、おそらく今日あたりは大沢監督、それから森監督、かなりこういろんなことを考えながらね、でしょうね、夜を迎えてるんじゃないでしょうか。さて小宮山は1回の裏は先頭バッター、あの得意のシュートフォークは非常にいいですからね。一打致命傷ということになりかねませんので、はい、それがやっぱりこの成績に出てるんじゃないかなという気はしますけどね。最後はアウトコースのまっすぐ、まあ、オリックスのプロ初先発の牧野もあそこは点が入るのかなと思われました。この高橋が若田部から先制打を放ちました。ただ高橋はその前まで4試合ノーヒットでした。ツーアウト三塁から佐々木さん、あの4試合ヒットなかったの、20何打席なかったんですよ。はい、さすがにこうパワーがあるなというところを見せつけましたが、バットをこう寝かして構えるでしょう。はい、でここ で, です、ね、あのフリップとヘッドの高さがほとんどこう、はい、水平、バットがこうボールを切るような、いわゆる腹切りといいますかね、はい、腹切りまでいきませんけど、そういうような出方に非常にこうなりやすいんですよ。うん、だからその円から前にこう楕円形の楕円を描かないとダメなんですよ。だから体の回転が円で、高橋のバットの回転も円になって、いわゆる円になって、その高橋が最後スライダーですね。はい、4番5番が2者連続三振です。バッター芝、133打数46安打3割4分6厘と、まあ、しぶといところを発揮しております。面白い打球です。ショートは南口、スリーアウト。